本日の日経平均は5日に動画撮ってるからわかりませんです。今日はコーラを買ったんですが、いざ飲んでみたら、あれ、このコーラ気が抜けてて味が薄いぞとなったわけです。一口二口飲んでもやっぱりいつもより味が薄いなと思うわけです。で、こう思うわけです。販売店の店員とか配送業者がコーラを振りまくって気が抜けたのかなと。キャップを開けたのは私なので気が抜けることはないわけです。しかし私はコーラとはそういうもんだと思って何杯もコーラを飲み干していきます。今日はそういう味に感じる体調なのかなとか、もうどうでもいいから他のことを考えようとか、深くは考えないにせよ違和感を抱えつつも現状を受け入れてやり過ごすわけです。まあ結局は私は私自身でゼロシュガーのコーラを買っていたというオチなわけです。何を言っとるのかというと、詐欺に騙されるようなやつはバカだとか、コーラと間違えてゼロシュガーを買うやつはバカだとか、誰しも普段思っているわけですが、そのバカのカテゴリーに私もどっぷりなわけです。人は基本的に無意識で行動している生き物です。無意識はディテールを見なくても物事を自分の都合よく認識する生き物です。 AI イラストの指が増えようが奇形だろうが顔が可愛いと愛せてしまうのが人の仕組みです。つまり私が手に取るコーラはコーラであるとか、私が契約する書類は公明正大なものであるとか、無意識が勝手に自分の都合よく解釈しとるだけなわけです。そしてクソゴミなメーカーや詐欺師はあえて分かりにくいように罠を張り巡らすわけです。そこに誠意などありません。騙される方が悪いというしょうもなさすぎなアホな理論で世界はやっとるわけです。私なんかは冗談で負けない投資家とか賢明な投資家とか自分のことを言っとりますが、まあ自分のことも他人のことも何もかんも鼻くそほども信じてはいないわけです。投資においてもルール通りに投資ができれば負けはしないのでしょうが、私は人間なのでちょいちょいルールを破ります。ルールを破るときは無意識が自分の都合よくストーリーを作り立てて私という傀儡を動かします。人は基本的に無意識で行動している生き物です。今のあなたも無意識にこの動画を惰性で見とるわけです。1日24時間あるとしたら、私なんかは24時間全部無意識で動いてます。私の意思なんかは合ってないようなもんです。己の未熟さ至らなさを痛感することはとても大事なことです。取るに足らない些細なことに答えがあるわけです。てんてけてん、相場サイクル的にはとっくに会話は終わってて、総楽観地獄へと向かっています。今後はテレビ雑誌などのメディアや YouTube もろもろで投資を推奨する頭の悪いコンテンツが増えるでしょう。あらゆるケースを想定して後悔のないトレードをしていきましょう。てんてけてん、気になるニュースを紹介します。真っ二つにすると余計に増殖する恐るべき外来種ハンマーヘッドワームによる被害がアメリカで拡大中、ギガ人とのことです。常々私なんかは虫に関心を持っており、宇宙人なんでないかとか、実は世界を支配してはいないかとか、いろんな妄想に思いを馳せとるわけです。何しろ危険なのが寄生虫で、こいつに乗っ取られたら人間もゾンビラジコンになってしまうわけです。カマキリがハリガネムシに支配されて泳げない水に自ら飛び込みますが、人間が猫が好きなのも猫に寄生する寄生虫のせいだったりします。知らんけど町中世界中には寄生虫に寄生されてる人間も多いようで、およそ文化的な人間からは想像もつかないような真実が連日お披露目されとるわけです。かくいう私なんかもおそらく何かしらの虫か何かに乗っ取られとるとは思います。非常に残念ですが、私は文化的でない行動を良くします。自分を律することができない人は多分
なんかに規制されて乗っ取られとるんだろうとは思います。てんててて、ん緩和球大、このハンマーヘッドワームも不気味な仕組みで動いてます。どこで切ってもそのパーツが数週間で成虫と同じような形に分裂成長します。有性武将で生殖ができ、なんならタスとも成功ができたりもするわけです。まあ不死身のカテゴリーにあたる存在なわけです。気持ち悪いですね。笑い、この折れ曲がった釘か精子かみたいな生き物はベトナムやカンボジアだったかに生息してましたが、寄生虫に頭をやられた傀儡人間がアメリカやヨーロッパなどに持ち帰っており、ミミズを食い荒らすなど作物や生態系に被害を与えてます。世の中には想像を絶するような世界観で生活しとる存在もいるわけです。害悪の具現化のような存在も多く共存しています。ぬるま湯でふやけた私なんかは本当に勘弁な世界観です。虫の異物感ってすごいですよね。昆虫みたいな人もたくさんいますが、虫って脳みそがなかったりするんですよね。そういうことなんでしょうか。てんててて、ん皆さん今日もお疲れ様でした。投資カリバティです。投資は自己判断自己責任の世界ですが、できるだけ有益な情報を提供できるように頑張っております。それでは本日の気になる銘柄お紹介します。てんててて、ん6857アドバンテスト。私は自作のプログラミングで投資しとるのですが、そのツールを見てたらアドバンテストの含み益が 100% を超えてたので、株式分割でもしたんかなと思ってチャートを見たら椅子から転げ落ちましたよ。何このチャート。ドラクエでティラーマシンという殺戮兵器がありますが、そんな感じの殺戮マシーンのような鋭利なチャートです。なかなかお目にかかることはないような売り豚の瞬殺現場なんでしょうか。これほんまにやばい。賢明な投資家の私はなんとここで全株処分するわけです。ここで全株利確ができるのです。鉄のルールを持っている私はそんなことができるのです。含み益 101% でフィニッシュ。さすがにナイストレードとしか言いようがありません。海水照度は 1% です。てんててて、ん私は20年以上相場を生き抜いてきました。誰が何と言おうが投資はめちゃくちゃ簡単なゲームです。稼げそうな銘柄など紹介したりしてるので、応援がてらチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。てんててて、ん最後までご視聴いただきありがとうございました。相場は自己責任で命を張りましょう。それでは皆さんまた見てね。